あるある屋がくじをお知らせします。皆さんこんばんは。杉生廿日市の時間です。今日もユーストリーマーの聖地駄菓子屋あるある屋からお送りしております。夢ホーム石川佳彦です。3927北村さんみです。 B、 まずは石川さん、今日はプレゼントがあるということで、そっちからお知らせしちゃいますか。そうそう、行っちゃいましょう。先着プレゼント。先着ですか。うん、はい、みんな準備何の準備なんだって、書き込み準備ですね、うん、はい、こちら、うん、サルベージマイスという映画があります。それの全国特別鑑賞券をプレゼントします。5名様これが欲しい人は書き込みお願いします。欲しいですかね、うん、体が欲しがっとると1枚ずつですよね。うん、1枚ずつ、はい、もうね、あの広島での公開が10月22日から、これあの広島先行だったんですけど、あの早かったのでご覧になった方もいらっしゃるかもしれないんですが、まだご覧になってない方はぜひ書き込みを、うん、はい、なんて書きましょう。見たい、猿が欲しい。あ、来た、はい、あ、もう来ました。フライング、フライングじゃないですよ、大丈夫です。もう書き込んでいただいて、どうぞどうぞ。先着5名様なので、うん、今から、ヒロさんから、はい、5名の方、あと4名ですね。あ、1枚決まった。1枚決まった、はい。で、こちらは全国共通なんですが、うん、明日も発送しますか。お、明日送る。あ、はい、行きますね。もう3つ来ました。ヒロさんとピューン、はい、船入さんぽさんそして電波ウエストウィンドさんでいいかな。電波ウエストウィンドさん4人目。これ地方でもいいんですかって。これ全国じゃけ、うん、日本国内、尖閣諸島も入るかな日本国内じゃけ、あと竹島と映画館がアイヤーってもう5人決まったかな、もしかしたら。決まった、はい、いきますね、順番で。ヒロさん、うんうん、そして、電波ウエストウィンドさん、はい、船入散歩さん、はい、青空王さん、地方でもいいのください、あります、うん、はい、ん、あと1枚、猿が欲しい猿が欲しい、これはどうしましょうかね。 OK ですか。 OK、 うん、ええよ、言うたよ、わしが。あ、猿が欲しいってかけと、うん、はい、はい、じゃあこれで5名様決定です、はい、5名様、はい、ありがとうございました、うん、早いですね。終了で、送らなきゃいけないので、やっぱり、うん、はい、なので住所をダイレクトメールで、はい、ついなま201の方に敏腕ディレクター新谷さんの方に、はい、で、猿が欲しいの猿が、モンキーの猿だったんですけど、うん、一応ミラションさんまでが、あ、はいはいはい、ゲットされましたので、もう一回言いましょうか。まあ、ちょっとネタバレになるけど猿は出てこんけね知ってる知ってる、ミラションさんと、青空王さん、そして船入散歩さん、電波ウエストウィンドさん、そして、ヒロさん決定いたしました、うん、おめでとうございます。今週のインパクチ、ミラションさんがフェイスブック始めとった。お、そうなんですかお、俺ですって自己紹介やった。俺ですっていう自己紹介いいですねはい、あ、その後もですね、いろいろ皆さん書いていただいたんですけど、申し訳ございません、全部決まってしまいました、はい、ありがとうございました。さあ、ついなま廿日市、この後もですね、いろいろゲストを迎えたりと、楽しい話題、あ、インパクチもありますしね、はい、はい、たくさんですので、まずは十二星座、皆さんもう書き込んでいただいてると思うんですが、まだ書き込んでない方、自分が何座なのかを書いていただいて、十二星座揃うと、発表いたします。明日からの運勢なので楽しみにしていてください。それでは今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。ついなま廿日市、この番組は住宅リフォームと外交工事でおなじみの素敵住空間夢ホームの提供でお送りします。
チ、oh yeah. はい、今夜も素敵なゲストをお迎えしております。食べましたね今なんかいい感じに。はいはい、と今回はあなたの心身を幸せにプロデュースの田中千恵さんです。それでは自己紹介を。自己紹介お願いします。どうぞ。はい、広島市東区からやってまいりました田中千恵です。いろんなプロデュースのお仕事とかをさせてもらってます。あと皆さんの体を治したりすることもしてます。はい、はいはい、よろしくお願いします。名刺が素晴らしいね。これ個人情報大丈夫ですか？うん、いいです。大丈夫ですか？私には個人情報保護法はないので。そうなんですね、はい、じゃあしっかりと。この色がまたね綺麗な。そうそうそう、うん、こうね、おう、こう薄くなっていくと特殊効果を駆使した名刺です。グラデーション、グラデーションすごい。で、まあ、名刺の裏側の説明をしてもらったらいいかな。はい、はい、ですね、うん、天城流陶磁法っていうのをやってましてね、その陶磁師をやってます。何するのかっていうと、自分の体は自分で治せるんだよっていうのを皆さんに覚えてもらって、皆さんでワークをするとか、こんなところを触っちゃってちょっと、お、経絡飛行が、顔をちっちゃくしちゃうとか、へー、体中の小さだった気がする、気がするでしょ気がするだけ。そうだった気がするんですか？だって大きいんだもん。ええね、大きいんだもん言われたらね。ね、うん、ね、ね、はい。それと、まあ、あのヘルスケアアドバイザーということで、まあ、サプリメントの指導士なんかも持ってるので、食育のお話をさせてもらったりとか、うん、あとはおすすめのものを、あの健康食品とかね、うん、取ったらいいもの、取ったら悪いものをお話しさせてもらったりとか、うん、そんなことしてたりとか、はい、あとは各種プロデュース、ピンときたものを形にします。ピンときたものを形にします、うん、で、まあ、いろんな形で今着てるお洋服もそうなんですけど、うさとの服って言ってタイで作ってるうさとの服を年に3回展示会させてもらったりとか、あとは、ね、タイなんですね。そう、タイなんです。これ下もですか？下もです。そうそう、スターもすごいね、おしゃれなんですよ。ちょっと変人みたいな格好ですけど、うん、寒ないですか？今日寒くないですよ。今日色合わせてきたんですか？色が合わせちゃったから。やっぱりね、事前打ち合わせてね。さすが、さすがじゃないですか。そんなことしたりとか、はい、匂い袋のワークショップとか、いろんなスピリチュアルっぽい方を呼んでの個人セッションのプロデュースしたりとか、うん、いろいろ。匂い袋、うん、あの京都の土産物なにある、こんなとこから出してもいいですか？おお、すごいところから出しますね。そんなエッチなとこから、こんな、あ、これをこう匂ったらすごいエッチな風感じなんだけど。でも一応匂いは確かめた方が、はい、どんな匂いなのか、私のぬくもりが、感想言いましょうよ、感想。まあ、それが何よりもなのかもしれないんですけど、ちょっと赤くなるんだよ。赤くなってますか？なってますか？間接的にどこに匂いんかな思いながら、あーあーあーじゃなくて、ね、中に匂いのも、そう、あのお香の、だから香木、白檀とか龍脳とかいろいろあるでしょ、それが切ったものが入ってて、これも自分の夢とかなりたい目標に合わせてこう作るんですよ、皆さんで。それぞれ違っていて、それに名前をつけたものを、女の人だけなんですけどね、ここにこの中の下着のところに挟むとエネルギー上がっちゃうみたいなね、まあ、男の人はこう首から下げるとか、あと携帯電話につけたりとかすると、あの嫌な電話がかかってこない、いいご縁をいいご縁を確かに引き寄せちゃうみたいな、うーん、こんなことをや、あの神戸からね調香師の人呼んでやったりとか、これブレンドするんですか？そうそうそう、面白いですよ、こうやって、へ、こうやって匂いを嗅ぎながら、あんまり聞いたらダメなんですって、匂いで嗅ぐって言ったら匂いを聞くって言わないと、匂いを聞く、うん、おお、聞くんです。鼻が麻痺しそうなのね。ああ、そう、でも本当にそうなの、麻痺しそうなの。もうこういう、こういう匂いを単発で匂うならね、あれだけど、調合していくと、そうそうそう、だからこう何回も匂ったら分かんなくなっちゃうので、1回だけさっと、へ、さっとおしゃれ、こうやって
理科の時間のようにこう。あ、でも理科の時間とかも確かにこう直接匂うなとは言われましたけどね、うん、思わずこう今みたいにこうね、なんか匂ってしまいますよね。うん、うーん、わしはもサラリーマンの時ね、後輩にあのわしが塀こいたらこうやって匂うて最後ありがとうございますいえってから言う、こう教育しようだけどね。なるほど。いやセック、恐竜の石川さんならではという石川さん恐竜ですかって来てますけどね。そうよ、これ縦光りだけどね、うん、そう縦光りだ、うん、へえ、あの身につけとくってこう期間はあるんですか。やっぱり匂いがなくなるまでだいたい3ヶ月ぐらい。あ、3ヶ月も持つんですか。人によって、だからこれパワーストーンの浄化とかにもすごくよくて、それだとこう密室に入れてるからもうちょっと持つと思うし、こうやって私みたいにこの下着の中に入れてる人はちょっと持ちが悪いので3ヶ月ぐらいが定期的にやってます、うん、でも確かにパワーストーンいつも使ってるだけじゃなくてちゃんと管理をしろっていうのがそれなんですね。そうそう、浄化しなさいって言うでしょ、うん、まあ、いろいろなんかこう水晶の上に置いたりとかいろいろあるけど、うん、匂い袋もすごい効果があって結構ピカピカなんですよ私の石。え、それは中に入れるんですか、一緒に入れとくんですか。そう、なんかこう巾着みたいなのに匂い袋入れて、それも入れる。そうそう、あの巾着を何パワーストーンのベッドみたいにするので、それこうやって入れてしまっておくと次の日にはピカピカ。へー、そうそう、これでもかなり輝きが。そうなんですよ、パワーストーンってねつけてるとね寂しい色になってくるんですよピカピカでしょ、 なんかくすむんですよやっぱり。赤で、まあ、頑張って働いてくれてるってことなんだけどね、うん、あのいつもつけてると本当。なんか最近パワーものが流行っとんかね。まあパワーストーン、パワースポット、うん、ねえ、まあ、でもなんかパワーレンジャーかな。パワーレンジャーね、パワーレンジャーちょっと無理かでも確かに力をもらえるものってうん、ね、自分の顔考え一つですけど、うん、まあうん、まあそれにね依存しちゃダメだけど、うん、やっぱりとサポーターは必要かなっていう感じで、うん、そういうサポーターをこう皆さんに提供するっていう感じ、うん、仕事的に言うと、うん、とにかく自分が自分の人生をちゃんと自分の足で歩けるようにするサポーターを提供してるって感じかな、はい、元気が出るとか、はい、そうエネルギー上がるとか、はいはい、体が良くなるとか、ね、うん、大事なんですよね、うん、自分でそういう方向に自分が持っていくっていうのもねそう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 、はい、じゃあ次は石川さんと話したいことをお願いします。エロトーク本気で来ましたね。この空気はこれでしょやっぱりエロセックスの話のこと直にそっち系ですか。そっちですか、まあ、エロにもいろいろあるじゃないですか、うん、なあエロスの方ですか、エロの方ですか。究極のエロスは生き物だっけな、手塚治虫曰く。おお、相手をたよ特番で。生き物なんですか。うん、生き物の動き自体がもうなんかこうエロスを感じるって言ったよ。でそれを書き表したいユンが手塚治虫がアニメーションを始めたきっかけらしいよ。素敵。うん、まあ別にエロトークじゃないけどなちょっと高尚な感じでしたね。高尚な、まあでもエロスですねそれこそ本当にね。まあでもねそこを外したらさやっぱり人間ダメじゃん。うん、確かに、うん、だけどまああんまりこうどういうんかな、こう真面目な人が多いね。もう酒もタバコもしない、はい、ギャンブルもしない、うん、女遊びもしない、うん、そういう人をまあこうあ偉い人だな言うんか、なんかわしらなんか話しようって面白いんだよな。うん、で取引しようってもやっぱりスケベな社長ほどよ仕事振るんよ精力的な元気っていう意味じゃなくてうん、よう仕事振る。うん、ほんでやっぱり遊ぶためには儲けない研究。そう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 。うん、よでやっぱり仕事発想があるんよな、知恵が出るってやつですね。うん、そうそう、なんかねこう確かにねそう税理士の人とかねすげえ真面目な人おるんだけど、まあ、フラフラでいい人なんだけど、うん、どういうかなこうビジネスの上で発展させたもんはできんだろうないうもんはあるよな。うん、これからこうだ言うんが
話し合うときにやっぱりスケベの話もあり酒の話もあり、うん、言うんでやっぱりなこの、うん、エロ話は非常に重要なコアな位置を占めてるわけ。 そこがさやっぱり柔軟にできないと、うん、いろんな視野で見ていけない気がする、うん、そうそうそうね、うん、そういうのをこうパシッっていう人もいるけど面白くないよね。ちょっとな、うん、なんかあの今ちょっと番組始まる前も、うん、これってセクハラになるんだよとかっていう話があったけど、うん、毎回毎回あの女の子がいや女の子がこう言われたことにこうセクハラよみたいな言われてたらだんだん喋れなくもなりますよね、うん、そう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 、うん、やっぱりなこうつかみとしてこう下ネタありきみたいなもんが、うん、ダチョウクラブ曰くあるよな。ダチョウクラブなんですかやっぱりな、うん、ダチョウなんだ、うんうん、あのまあ、酒もタバコもギャンブルも女遊びもしませんよとかねなら私面白くないなって書かれてる方もいらっしゃるんですけどするかしないかの問題でもないんですよねまたこれも、うん、じゃあそれで、まあ、他にこうなんかわー言って集中するもんがあったり、うん、また別やけどね、うんうん、またその話題に、まあ、一般論としてねそうですね、うん、そういう話題が出た時にははって笑えるか笑えないかは大きな違いですよね。だって私タバコはしないもん酒は飲むけどあいろいろやっぱり人によって違うのは違うんでしょうけどわしらはもう日本のために無理してタバコ吸うんだけどさ素晴らしい、うん、たくさん税金払っていただいてそうそう、ね、国のためを思うて吸うわけだけど敏腕ディレクターにしてもなみんなね、うん、そうですよねでもで、あの今私も笑ってしまったあのすいません全部やってますっていう方もいらっしゃいますけどなんかでもうーんただまあギャンブルはな破滅した人間を知っとるけ進めはせんがなうん適当にね適当にできなきゃダメなんだよねまあほらねお酒もお酒に飲まれちゃダメだしさそうそうそう、うん、そうですね女の子でも家帰ってこうやったらダメ、ねうん、そう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 でもねこの方のこの一言がね納得かもしれないです森もちゃんでいいかな森もちゃんさん、人の悪口は噂話にならないのがエロトーク下ネタって素晴らしいってああなるほどああでも確かにそうかもしれないです ねまあ人の噂話してたらろくなことはないからね、うん、ないですないです、うん、聞いとるかみんな20日市のみんな、うん、ただしイケメンに限るって書いてあるのはどういうことなのかああそうなんだそうなんだへえ。じゃあやっぱりねこう何も空気も何も動かん土地言うたら人の噂話しかないらしいよ酒の魚いうんはああでもね田舎の悪いとこでねまあ、女の子の集団でもそうですよねこう女の子同士でエロトークなりのそういう、ね、トークができる集団もいればもう毎日毎日悪口ばっかり言ってるこう、ね、集団もあるしやっぱりなんか、まあ、その集団の中だったらええけど周りから見よったらなんかかわいそうだよね、うん、そういう集団は私はね正義感強いからねそんな陰で言うんだったら面と向かって言えよってタイプなので言いなさいよそう言いなさいよみたいなまあまあ姉さん言ってから、ね、私言わずにみたいなでもなんか不思議なんですけどエロトークとかってこうまああのどうすぎない限りは笑顔をもたらすじゃないですか、うん、どっちかっていう感じになるじゃないですかどっちかっていうと結構大好きよな私何でもついていきます、はい、頑張りますわしはもうついていくんで必死やけな私に、うん、いやーうっちーさんでしょ私なんかでもあの不思議なのがお仕事にも関係することだと思うんですけどあのやっぱりそういう悪口じゃなんじゃって言ってたらなんであの顔に出てくるんですかねなんでですかねやっぱりでもほら悪い気を寄せちゃうんだと思うよやっぱり人のこと言ってるといいこと言うのはいいけどやっぱり悪口とか言ってると自分に全部返ってくるからあやっぱりね人間性運は文字とかね、うん、顔に出てくるあ文字は出る文字出るって言いますよね出る文章は人柄を表しますねう、うんうん、不思議なね、うん、そうほんまこう眉間にこうやってしわ寄したようなね、うん、自然となんかそうな醜悪な感じになるんだろうってうんそういう話ばっかりしとったら、うん、北斗の拳は別よ
あれは漫画の世界だけど、ああそういう意味でか、勘違いしちゃいけんけ、うん、いや勘違いしちゃいけんなんで、みんなちゃんと知っておいてください。へー、ちょっと次の話に行く前に、そうですね、あそんな前向きなエロトーク、同じセクハラでもイケメンにされるとセクハラにならないっていうのが、さっきのイケメンだったらなお良いっていうことだったんですね。あなるほど、まあ、セクハラはねよく言うじゃん、誰にされるかって。あでもそうですね、何をされるかじゃなくて誰にされるか、うん、セクハラとセクハラじゃない境界線はね、けどわしら銀行の窓口行っても受付の子に結構スッキリした顔してるねみたいな石川さんのはは昨日はみたいな、石川さんの得なのはそうやって言った後のこの笑顔があるんで許せるのがね、女の子にとってはマジックなんですよ、これがさらって言った後にヒヒって笑われたらもう怒る気もしないですもんね。ほんで支店長が出てきて、社長ちょっとそういうのはやめてくださいって言われるんだ言われるんだわあ硬いのこの支店はみたいなあいや で奥へ連れてかれるこう首根っこつかまれる、危ない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 、まあ、コーヒー飲みましょうやみたいななかった話にって言いながらいやいや、そこでまた好き目な話とかね、そういうもんですよね、もう大体、うん、それがやっぱコミュニケーションやな、うん、うん、で人が傷つかんかったり、うん、嫌な感じじゃなかったら全然、そう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 、まあね、どうすぎるとね、うん、やっぱりねあれだけど、そうですね、うん、エロトークでもちょっとねえげつないのがね、そう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 、ちょっと私もこう生き方にフォーグワンけどねエロ像の真剣な顔で言いましたねねえ、あでもセクハラはダネルされるかなるほどってリコポンさんも書いてらっしゃいますけど、本当にそうだと思いますね、うん、その触るんが目的だったりね、そのどういうんかね、コミュニケーションの手段とかでなしにも、うんうんうん、その若い死体をこう、こうね、死体触りまくりたい欲望を出しとるおじさんはもうダメよね。わかりました、そういう、でもその中何態度とかもそうですけど言葉とかもね、うん、だけどもむじゃなしにもみしだくとかこういろんな言い回ししたらすごいエッチに聞こえるだろ日本語講座日本語講座ですよ本当に、へ触りまくる男子に撫でまくるだろ、うん、ちょっとあ、うまず、ああ違いますね確かにね、うそういうのをあの黒い表紙の小説でね、うん、結構研究したの、うん、黒い表紙の小説、うん、エロ小説シリーズの、あーうわーは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 ー、そういうので、うん、なるほど、言葉のマジックですね、そうそう、売れた果実とかなんかこうぶわーっと想像するやん、うん、アンテナ張ってますもんねいつも、おビンビンにねピコピコとはい、エロトークの次は、はい、ちょっと座右の銘をバッチリと披露していただこうと思うんですが、はい、ここちょっとあのエロトーク切り替えていきますんで、ね、ちゃんと見せたいと思います、はい、はい、ではどうぞ、はい、魂の喜ぶことをしよう、はい、その心は、まあ、読んで字の通り、読んで字の通りそうそうそうちょっとあの詰まってしまったけど、まあ、この喜ぶいう字がな、そう、なんかとにかくさ、うん、ワクワクすることをね、そう、閲楽の閲やね、ちょっとブー間違えたんだけど、あ、いいですよ、喋っといていただいて、うん、はい、そう、ワクワクすること、自分の心がこう喜べるかどうか、何かをするにしても何かの人生の選択をするにしても自分の魂が喜ぶか喜ばないかで今までずっと決めてきて、ちょっと今があるので御年45歳、はい、やっぱりこれが私のテーマかなと。45ですか、はい、あ、姉さんとかないけど、姉さんなんですか私知らなかったもうね、いや、だからまあなんかこうなかなか心が喜ぶいうことはないよな、日常生活で。そう？うん、純粋にうわーって喜ぶいうことはあるかな。そんなにさ大したことじゃなくて、じゃあみかんとリンゴが並んでてどっち食べた方が嬉しいかな、そんなことですよ。うん。些細なことで言えば、今これ食べたら
心が喜ぶ。フラ商品で商品から取りましたけどそういうのもちっちゃい喜び、そういうのもちっちゃい喜びだし、うんうん、大きいのはね、大きいその人生の岐路に立った時にこっちに行こうかこっちに行こうかどっち行こうかなとか、まあ、私なんかもプロデュースのお仕事させてもらってるので、あ、この人のプロデューサー喜んでやってあげたいなっていう人もいれば、うーんっていう人もいるし、そこはだからうーんの人はごめんなさいだけど、喜んでやってあげたい人にはどんどんやっぱりやってあげたいし、あ、そう、ちょっとずつの選択を全部そこに意識を持ってやってきたって感じかな。うーん、素晴らしい、深いですね。そうですか。確かに。どうプロデュースしてもらったら。プロデュースですか。お断りしますって。プロデュース、何をプロデュースしてもらいましょう。でもね、あの、いろんな形でありますけど ね世界に羽ばたく司会者とか、頑張ろう、さっき英語喋れねえみたいなでもあの同じですよ、ね、私たちも結局は司会をするっていうことはプロデュースをする方なので、やっぱり目指せ柏村武明議員になりましょうかそれ魂を込みます、ここですよ、ここ女性の権利をって言い出すね、いろいろ暴露されたら危ないことがいっぱいあるんでやめときます、お互いねいやでも本当にそうなんですよ、だって司会一つ取ってみてもこう同じです、こうなんか、うん、この人たちにはもうそれこそ結婚式終わった後でも子供生まれたとかってなんか連絡が来たらまた嬉しくってなんか連絡したりってなるのは最初に会った印象でも完全違いますね、うん、やっぱりね、こうどういう風にしてあげようかなとか、相手に対してどうやってあげると喜んでもらえるかなとか、やっぱりそこに相手にフォーカスが当たるよね、やっぱりそういうのってね、まあまあ商売の基本よね、うん、そう、昨日もそれはね、ジェームス・スキナーも言ってましたよ、利益を求めたらダメっつって、あれ後からついてくる、そうだよなと思いながら聞いてましたけど、あ、行かれんかったよ、私よかったですよねえ、うん、一回しか飲んだことないけど飲んだんだいや、ちょうどねチケットを取ってうちの母親が病気になって福山帰るんで、はい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 、チケットあげたんや人に、なるほどなるほど、そうそう、でもその人がきっと喜んでくれてるから OK、うん、そうそう、そうメッセージもらってね、うん、まあええかったな思って、うん、まあ、わしが聞くより役に立つだろう思って、世の中の世の中なのですね、うん、まあ一人一人のね、うん、勉強は全て世の中のためにあるとは思うよ、私は、うん、確かにね、誰か私をプロデュースしてくださいという方もいらっしゃるので、今書き込みで、なるほど、はい、いらっしゃいますね、じゃあピンときたらね、ピンときたらぜひぜひ、そうそう、ああでも確かにそうかも、結婚式の分で、さっき言った結婚式の例えが悪かったですね、結婚式の人ってで、こう新郎新婦は幸せの絶頂なんで、うわ嫌だっていう人はまずいないですね、結婚式じゃなくて、まあ、イベントとかでそれはあるなって、うん、子供のイベント見ようってもね、バンバンうまいはうまいよね、もうなんか 大人も巻き込むなわけよ、うん、下手な人は上っ面にこうやってやるけど、子供しかキャキャ言ってるだけになりますよ ね、うん、あれは話術というか、やっぱりこう持ってき方が全体の、うん、あれがうまいよ、まあね、天性のものもあると思うし、やっぱり一生懸命さ、やっぱ一生懸命頑張ってる人のなんかドキュメントとか見たら私すぐ泣いちゃうんだけど、うん、すぐ私も AKB の あのダンスの練習見て泣いたねあでもああいうのも本当に一生懸命だと思う、うん、やっぱりこう勝ち残っていかなきゃ、そうそう、勝ち負けの世界だから、すごいかわいそうな世界にいるなと思うけど、前に立てるか立てないかですからね、あの人たちも、こういう世界にうちの娘も行くんだな思ったら、ね、お涙が出てきた、ね、おどっちに行きます、んカラにいるかな、あおおまず国籍変えだし、そうから国籍変えなきゃねえ、はい、皆さんもいろいろね書き込みいただいて、まあ、贈り物をした時喜んでもらったらすごい嬉しいよとか、ミラションさん その、ね、渡した時に、うん、確かにそうかも、うん、あとですね、あプロデュースか、プロデュース話やっぱり多いですよ、うん、ニーズがあるのかな、なんか岐路に立ってますっていう船井散歩さんとかは、ね、あのじゃああの個人セッション、うん、私もできますので、多分していただきたい方ですかねで、あと 魂が喜ぶことっていうのはビーナスさやかさん、あのメモしてらっしゃいますけど、ね、ちょっと
ちょっとあって思うことですよね。そう、なんか本当にちょっとの選択の時にそこに意識する、あ、意識、そこに意識するだけ、やりたいかやりたくないかとか、ときめくということだねって書いてらっしゃいますけど、そういうことですか、ね、そういうこと、そういうこと。お、夢にめけめけやったなすごいの出てきましたねでも確かにそうなのかもしれないですね。うん、やっぱり同じ人間でもこうなんか目標が定まったら人間こう、うん、光りますよね。光りますね、内面から、うん、内面からね。うん、やっぱりだけあの恋愛したら女性が綺麗になるのはやっぱりなんか別れる気がするよね。うん、うん、さあちょうどですね、立花屋さんからプロデュースしおるところ見てみたいといったところで続いてはなんですが、皆さんにお知らせがあるそうなので、はい、お願いします。宣伝コーナー、はい、宣伝コーナー、イエーイ。キンキンボンド、今度のね日曜日なんですけどね、キンキンときながらケロンパなんですねもう分かりますよ、世代が分かもうね、私の娘が聞いたらしらっとしますよ、さっぱり分かんなくてはい、命ありがとう、杉浦貴之、はい、トークアンドライブ引退工事、はい、はい、11月20日なんですけど、このね杉浦貴之くんっていうのは12年前に、がんでね余命半年だったんですね。で今トークライブするってことは今も元気でねいるっていう彼なんですけど、本当にここに書いてある、闇の果てに光があることを信じ、悲しみの先に喜びがあることを信じ、何があっても自分を信じ抜いてここまでやってきました。ファイティングスピリットではなく楽しむスピリットを持ってロマンスに向かっていく、これが僕の生きてきた道ですということで、今も病気でいろいろ苦しんでる方とか、そういう方をこう大丈夫だよって、命はそんなに嫌じゃないよっていうメッセージを全国各地で送りながらトーク、これもね彼もねちょっと下ネタなんですね、うん、トーク&ライブということで歌を歌って、皆さんに元気をね、うん、与えてるんですけど。歌も歌うんすか。そう、歌を歌うんですよ。ミュージシャンなんです。シンガーソングエロランナーで、ホノルル、エロランナー、そう、うん、エロランナーホノルルマラソンも毎年ここ数年ずっと走ってて、うんうん、これは杉山清隆とオメガトライブ、ライブではなくて杉浦貴之ですのトーク&ライブ。そう、トーク&ライブ引退工事ぜひぜひ。ちょっと私が頑張って髪やってる間なんかそんな黙らないでください。いや頑張っとんだなと思ってすごい頑張って手伸ばしてましたよ。後頭部見ようとか。今年の12月もね、メッセンジャーとしてホノルルマラソンの方にたくさんの皆さんで行かれるんだけど、その前にその感動の話だったり、東北の支援なんかもされてきてるので、その時のお話だったりで、まあ、彼の歌は本当にねやっぱり命ない、もうダメだってとこから来てるので、本当のメッセージ、うんうん、よく生きてたなって思うし、もう諦めてた結婚もね、すごいよ、目標設定するとねちゃんと現れるんだよね、彼女が現れて、でホノルルマラソンを走った次の日に結婚式するって言って決めたら、はい、結婚式ができ、ああそうなんですか、そう、今こう石川さんがキョロキョロして、キョロキョロ目標設定したら彼女はできやすいこと、うん、そうそう、何でもそうよ、うん、まあでも確かに彼女もそうだって、ほらどんな彼女が欲しい、具体的にね、うん、身長何センチ、顔はこんな顔、色白色黒とかさ、年はいくつ、じゃあ性格はこんな感じ、初音ミクとか思い浮かべた人は現れる近い方がね、近い方がね、うん、ね、うん、そこでも具体的にするとすごい大事みたい、うん、でも確かに何歳までに何をするって決めてる人は本当に成功してる人が多い気がする、うん、夢を手帳にそうそう、そういうやつですよ、本当にそうだと思います、ね、まあ、でも夢はね本当に口に出せば 90% もう叶ったも同然なので、へえ、そう、口に出すこと、紙に書くことすごく大事、まあわしは言うたけやらにゃいけん思うけ言うけどね、うん、それもあるでしょうねそれもあるでしょうね、結局言ったらやらなきゃって、うん、で言って、うん、そこで自分がやりたかったことへの支援者が実は近くにいたりとかいうことで、うん、まあ、それも全部引き寄せ引き寄せ、うん、もうね、だけ毎年ダイエットと禁煙はよるけどね、それ期限決めてないでしょちゃんとね
ちゃんと期限決めてないから。みんなが忘れた頃しらーっとタバコ吸おうたりで。ああ。はい。でも大事かも、期限決めること確かに。ね、うん。そう、今は本当に幸せな結婚もして子供も生まれてなんていう彼なんですけどね。ぜひあのテレビにもアンビリーバボーとかね。誰も知らない泣ける歌なんかにも出たことがあるんですけど、はい、ですね、今ちょっと、もう一度言っておこうと思うんですけど、一応ですね、はい、ついなま201の方で今、ブログの方をチェックしてくださいということで出させていただいたんですけど、はい、11月の20日の日曜日、はい、12時30分開場、開演が、14時2時からとなってます、はい、で前売りチケットとかはどこで、私へはい、問い合わせをしていただいた、これ、あのアメブロの方からでも、はい、全然 OK なので、はい、アメブロメッセージでも Facebook でも何でも OK なので、はい、事前予約っていう感じですね、はい、事前予約で言っていただければ、はい、あの前売りチケットで用意します。あとは他にね、出店者がいっぱいいて、あの数秘カウンセラーの人とか太鼓式マッサージだったりとかカフェなんかも出たりとかするので、まあ、よかったら皆さんね早めに遊びに来ていただけたらなと思って、はい、元気にする仲間たちがいっぱい出てきますのでよろしくお願いします、はい、今ちょっと近くにも移りましたので、はい、またご覧になっていただきたいですし、詳細はブログの方をご覧になってください、はい、今もう一回出ました、ついなま201からブログのアドレスが、はい、ありがとうございます、はい、さあそれでは、はい、続いてこちらです、はい、最近のインパクチョ、最近のインパクチョ、これがね、うん、声が出なくなった今日もちょっと煽りが、本当はもっと美声今カラオケかなんかで、いえ突然全く、はい、何のあれもなく、判定はせーの、うん、パク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 一パクでいやでも声出なくなったら本当にだってそんなね、私には衝撃的な出来事だった、うん、うん、仕事もできないし、いや最近気管支援の人が多いっちゃったよ。あ、なんかでもね、ちょうどその満月の前後から喉に来てる人すごい多かったんですけどね、うんうん、でも喉が痛いとかね何もなかったの。あるイベントに行って帰ってきたら あれっていう感じで電話して、だんだん声が出なくなって、うーん、私元からそんなあのハスキーな素敵な声の方なのかなと思ったら違うらしいんですよ、ね、やっと声が出るようになってよかったんですけども、ね、昨日とかはもうね、うん、もっとかすれててね、みんなにねはとかね、どうしたそのハスキーボイスはって言われ、もうちょっと、もうちょっと本当はね、もうちょっとだけ可愛い声なの、筆談で、筆談ではなかったですけどね、喋ってたんですか、もうね無理やりもうかすれてて、みんなに何度も聞き返されて、なんか辛かった何なんだろうね、何なんだろうね、乾燥の乾燥した、でも喉も痛くないんだよ、うん、わしらもずっと鼻が詰まってる系、鼻声、ね、こうしてみて、生え際、そうそう、あ、ここね、鼻のここ関係あるんですか、これ、じゃあちょっと息が通りませんか、寝てます、聞きすぎた効果そう、あの鼻が詰まると花粉症で鼻が詰まるとか、うん、それはねここ生え際を、たまに分かんない人いますけどね、生え際が、人工的な生え際の人もおる本来の自分の生え際ちょっと不自然だな喉もね、この咳が出た時はなんかこのなんかどっかなんかこことかなんかどっかありますよ ね、まあ、この辺でしたっけね、そうそうそう、私たち喋ってて咳が出そうと思ったらキッと抑えてちょっと、うん、で、まあ、これで気持ちも落ち着くんですよね、うん、自分の手でこう体を温めることで、なんかここにシール貼ったら咳が出るようになるとか、なんかだから多分その部分なんですよ、小児科に、そこ、あ、気管支拡張剤ね、うん、聞くんだね、不思議と、まあ、聞くけどね、副作用もあるけどね、うん、薬だから、うーん、でもここね本当に、あの本当に今出ないでっていう時はよくやりますね、プーってそっち今出ないでみたいな、そっちはあの下腹に力入れたら逆に出そうですけどね内臓引き上げる感じあ、引き上げる感じ、いやもうわしら先週から咳がひどいけど、もう腹筋が痛くてね、今度は脇腹も釣り出してから、うん、もうヘド調整ができるようになってきております、あ、
そっちですか。そっちだ、ね、赤い感じ、もうええわ。力が入らんですもんね。そういうことなんだ。いかんな。ねえ、でも、ん20日までにもっと良くなるといいですね。元の声になると。まあ、私が歌うわけじゃないからね。いやいやいや。違うんですかって。ねえ、私が歌うんだとまずいけどね。私が歌うんじゃないのってね。司会進行は誰かいるでしょう、ね、人と喋るのもね大変ですもんね。結構だって喋れないっていう状況は辛いですよ、一般に生活してても。そうだから昨日もね、ジェームス好きなチケット買ってたから、こうもう無駄にもできないと思って行って、講演会聞くだけだから行けるでしょうなんて思ったら、結構自己紹介とかしなきゃいけなくて結構辛かった。喋れない私みたいな。8000円だったかな。ね、そうもうええ値段した、うん、そう、それを流す勇気はなかったので、はってと思ったんです。流したしまた。そうそう、ね、まあええかって、うん、誰か取りに来れる人ってフェイスブックで言って、あで取りに来られたんですか、うん、ああそうなんだ、よかったよかった思って、うん、なかなかね、広島で600名集まるイベントなかなかないから大したもんですよ、ああいう講演会ってね、600名ってなかなかすごい、そうね、うん、はい、さあ、はい、じゃあ採点を、まあ、1泊でしたが、うん、皆さんのインパクシも行ってみたいと思います。じゃあ石川さんお願いします。それではインパクチパックパ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 ク、いきましょう。最近身の回りで起こった印象的な出来事、気になったニュースを紹介するコーナーです。でここからはですね、実は田中さんにも参加していただきたくて、はい、これはインパクトあるよねっていうのに、パクというのを挙げていただきます、はい、でこちらのこのパクというのをお渡ししますので、はいはい、すいませんね、お手製なんですよ、かなりの、はい、なのでこれをピッと上げていただければと思います。で皆さんからも今から、ちょっと今日は時間が短くなるかもしれませんので、インパクチあったらですね、ドドンと、書き込んでいただきたいと思います。で石川さん、今日ねもう一個来てるんですよ。はい、はい、それからご紹介してよろしいですか。はい、どうぞ。じゃあ行きます。はい、ローガンドーさんからいただきました。今日昼食後に急にお腹が痛くなりコンビニへ、ところが使用中、待てないほど切迫していたのでコーラだけ買って近くのスーパーへ、間一髪セーフ。今度はパンだけ買って出ました。コーラとパンを食べたらまたピー、今日は絶食します。判定はせーの、パクパク、あやばい、パク2パク2パクで、お大事にしてください。最近体調崩してる人多いね。でもお腹が痛くなってコーラはダメでしょ。いや、うん、炭酸がええで、昨日テレビでしょ。何がお腹が痛い時、よう分からんけど今日音が大きくなる。昨日は一番悪い気がするんですけど、うん、お腹にはね、昨日声が出るかなと思ってジンジャーエール夜飲んでみたけどあまり関係なかった。ちょっとここを刺激を与えてみたら、いやそれは刺激をしたらダメなんじゃないですかね。食療法なわけ。あ、来ました来ました、皆さんから来ましたよ。じゃあ行きますよ。ニコポンさん。今日のインパクチ、歯が取れた。せーの、4パク、あ、パク、お5パクですか。リコポンさん、歯が取れたってどういうこと。わかるわかる、私もちょっと歯取れそうだもん。え、あの詰めた歯とかじゃなくて、ね、そう、詰めた歯が、詰めた歯が取れるんですよね、詰めたんでしょ、もちろん。え、抜けるの、ちょっとちょっと書き込んでください、よろしくお願いします。リコポンさん、前歯の重要な位置が取れたら大変なことだよ。ねえ、ねえ、怖い怖い、歯ないけ関係ないけど。え、ま、さなさなさん、あ、この間娘さんがね、あの七五三行かれてました、おめでとうございます。お、昨日も多かったよ、神社周り、うん、多かったですよね。さあ、そんな娘がどうなったか、さなさなさんのところの娘が二十歳になった。早いよ早いよ。それもこれですよ絶対。さなさなさんはですね、なんと娘がありがとうサンキューっていうようになったんです。上手
ね、上手欧米かと言いましょう、はい、せーの女の子は早いですよ ね、 ね、一泊うちの長男が小学1年生の時、うん、俺も昔は保育園の頃言ってたっけねハハ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 今日のインパクチあと一息でビンゴと思ったら全然揃わずゲームオーバーありますよね。よくある。せーのこれはよくあるこれはよくあるこれあの最初にリーチになった人はなかなかビンゴにならないとか言いません？うん、ある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 。あ、ビンゴ全部空いててさ、うん、リーチ4つぐらいあるのに最後はないとか、ねうん、ある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 結構魅力の里 の、 あのキャラクターショーはねよービンゴが出たよパッカラパッカラへえ、うん、そうそう当たりましたなんかそうお長男が5歳か4歳の時ねもう初っ端の方でビンゴになったんよだから そのキャンプ製品とかね自転車とかすごいすごいんがあったんだけど、うん、長男が選んだはあの犬の風船にコロコロがついてるやつありますね俺はこれそう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 ありますねちょっと待ってもうちょっと選べやみたいな上の方上の方って言ったんだけどああみたいなお父さんとしてはねこう一等賞の一等賞らしきバーベキューセットみたいなのが欲しいところを上行きゃ万ドルみたいななんで2、300円のもんやでもそれは子供の可愛さですね、うん、やっぱ本人が欲しいもんがあるだろうけどなやっぱ大人のいやらしい考えは入らんかったな、うん、子供らしいですね、ま、なんとも子供らしいあ、来ましたよリコポンさんやっぱりですね奥歯のかぶせてたのが取れたそうですあ金歯、まあ、前歯じゃなくてよかった、うん、ガリってしみる痛い悲しいって、ね、あ、まあ、即歯医者へ GO 痛いですよね今歯医者行きょるんよ、はい、でこう一本なんか可能しとったっけってでこうもう海が取れてあとは蓋振るだけですって先生が言ってで次の歯治療行くんかなと思ったら次どうしましょうって先生に聞かれていや直せやみたいな次どうしましょうは大変ですよね直してくれやみたいな次どうしましょう不安になるじゃんなんか言わなきゃいけなかったんですかそれは直さなくてよかったんじゃないのいやもう虫歯だらけだけ最初のアンケートに全部直してくださいとか取ったうん、直したくなかったのあと少し優しくしてみたいな感じで書いてあったんです、うん、あのキンって音はやめてとかないんですかやっぱりあの音するんですかあれはするよあの音はするよね麻酔がね針が細いよね 今はね、うん、糸ない、うん、とか私が行ったところピストルみたいなのでこう麻酔打つやつ全然糸がなかったこうやっぱり最後にほらこの注射器でグッてやるときに痛いんだけどあのピストルだったらずっとそのまま入るから痛くないほら痛くないほら刺してギューって立ってバリー打ったときがあったからあおお先生訴えるの何無茶そうね、他の病院は、ね、気軽に行けるんですけどね歯医者だけは近寄るのも嫌なんですよで好きな人いないと音が怖いのと待合室でもうなんかもう肩こりになるんじゃないかっていうぐらいこんなに力が入りますねすごいじゃあ虫歯になんないのうん行かなきゃなそろそろと思いながら虫歯はもうね、うん、あのビッグサンダーじゃブラックサンダーじゃ食べるのに歯磨き大好きなんですよでもこれもあんまり良くないんですよねやりすぎもねうん一回高校ぐらいの時にやりすぎでナメルがあの取れますよって言われた高校時代にやりすぎて考えすぎツッコミだけだよねもう嬉しゅうてしょうがないさあそれぐらいでしょうかうんうんあります他にありましたかあえっとそれで散歩業から退職そう船入り散歩さんが、まあ、仕事を辞めるので
はい、会社を辞めるので、まあ、これはかなりのインパクチな。でも新しい未来に乾杯ということで、手放せば何か入ってくる。せーの、うん、頑張れ頑張れ、はい、お全員でした優しい仲間たち頑張ってください、はい、応援してます。いいことあるよ、きっと。ありがとうございますさあということで、はい、以上お届けしましたインパクチ。どうしましょう、曲行かずに揃いました？星座、星座揃ってないんですって、びっくり。アウト、いや一発。星座じゃブログで、はい、星座がちょっと今日は揃いませんでした。残念。え、初めて、初で揃いませんでした、はい、星座揃いませんでした。じゃあちょっとせっかくなので、全部発表しないのもあれなんです。で、あの田中さんのゲストの田中、ゲストの田中さんの星座、はい、何座ですか？蟹座です。はい、蟹座の人ラッキーです。蟹座だけ言っときましょう。バイ。はい、蟹座はなんと来週、来週じゃない、明日からの1週間3位です。イエーイ。初めて訪問する場所に幸運が待っていそうな星回り、以前から気になっていたスポットを訪ねて吉です。了解です。ここに12時までいたらいいってことですかね明日からなんでね、初めて来たスポットだもんね。12時1分まで1秒でもはい、ということで蟹座だけお届けしました。その他の星座は明日ブログに、はい、アップしますんで、はい、残念残念、本当残念。初めてです。初めてだよ、お前。星座何待ちだったって。星座はね、はい、何待ちでしょう。 2,3 個あるんです。獅子座と水瓶座。獅子座水瓶座、その2つ、残念でした。そしてあの私が今日あんまり何座の皆さんお願いしますっていうのをちょっと歌わなかったので、それもあるかもしれないです。46人もいらっしゃったのに申し訳ございません。ありがとうございました。さあ、じゃ あどうしましょうか。そのまま行っちゃって大丈夫ですか、石川さん。はい、はい、それでは行きたいと思います。石川さんが今思っていることを自由にトークしていただくコーナー、名付けて石川コラムです。石川さん、今週のテーマをお願いします。テーマはね、あの昨日行ってきまして、おこの川口海事展、はい、今尾道の方でやってるんです、うん、ね、これですね。ベーンベーベーン、はい、持ちましょう。お、まあ、特に観光協会からお金もの取るわけじゃないんだけど宣伝しますはい、これ、まあ、知らん人もおったらあれなんで、週刊モーニングでこういう沈黙の艦隊いう漫画とかジパングで、まあいろいろ考えさせられる社会派の漫画家、うん、で、まあ尾道寺の美術館でこの原画展をねやっとって、まあちょうどわし福山母親の具合が悪い言うんで帰省して、帰りにちょっと寄ってみようか言うんで寄ったんだけど、やっぱこうわしら週刊誌でこう見る漫画は本物の原稿の美しさを表現でしきれとらんのんだなぁ思ってね、その原稿を見て思うたので、こう戦艦とかああいう細かい描写が多いんだけど、その線、放送線がいっぱいあるんだけど、週刊誌の漫画になったらそれがまあうっすらとしか出てこん、そのシャープさがね、シャーと、うん、これほんまにみんなが手を描くの、これ毎週あんだけの品質でようね、何年も何年も続けれるなあ思って、その漫画家いう職業をね、まあわしもあのエロ漫画のアシスタントをした経歴があるけど、まあ漫画家の端くれとしとこうかな、わしもね、経験がね、うん、ありますもんね。そうで、それから見てやっぱり漫画家の職業いうのは、うん、素晴らしいなとは思ったな、表現者として。うん、ほんでこの川口海事さんの仕事場風景とかをそのビデオで撮っとってね、うん、でまあコーナー的には漫画の1週間分ができるまでの流れみたいな感じで、
行きょうたんだけど、結局この人らが漫画を描くに不運は2日か3日しかないよね。へえ。うん、それで、うん、どこに時間かけるかやったら結局ストーリーなの。うん、うん、でも1日目も必死にいうか、まあ散歩しながらジョギングしながらこの1週間の1話分の物語を頭の中で考えて帰ってくるて、うん、それはやっぱり部屋の中でじーっとしとったらまとまるもんもまとまらんらしいね。うん、うん、風呂見ながらまとめて帰ってきたもんをそのいらない紙の後ろへわーっとストーリーなんかシナリオみたいなのに書いていく、ね、うーん、うん、ほんでそれをまたこの小回りいうんかね、本場の漫画の雰囲気のにラフにもバーっと8ページ分書いていって、でさらにそれを原稿用紙に初めて鉛筆で書くんだけど、それも気に入らにゃ1ページ分全部消すわけよ。え、全部書いても、うん、こうやって何枚何枚もこうやって自分でこうやって読んでみて、うん、おかしい思ったらそこはブカーッと全部消してまた一からこう書き直す、うん、ここがおかしいとかじゃなくて全部消すんですよ。うん、結局自分の頭の中で完成された絵がこういくんだろうな。その中でうんってそこをじっと見ようちゃったけど、うん、なんかがおかしい思ったんだろうな、うん、うん、でわしら、まあ、素人から見りゃこう、まあ、使える部分だけ、うん、使ってからいらんとこだけ消しゃええじゃんみたいな思うけど、ああいう人らは違うんかな、納得いくまで書き続けるんだろうな、うんうん、でそれが完全に終わったらその編集者の人と、うん、これで本格的に書いてもええかいう打ち合わせ、うん、でそれがゴーファインだったらやっとそこからペンを入れ出すんと、うん、まあ、そこからまあ顔だけ書いたりで背景はまあアシスタントの人が書くみたいな感じで、もうそうやって書きおるうちに頭の中はもう次の週の物語に展開していきおる、うん、うん、結構漫画家の人いうのはすごいですね、凄まじい生活をしおるんだなと思ってね、うん、よくこう連載が続いた方が、あの漫画家の方で休業しますって、ワンピースもそうでしたっけ、うん、ね、お休みしましたよね。なんか納得できますよね、そう言われたら、うん、ワンピースも結構な書き込みの量よね、うん、ページ1ページにちょろっと休みましたね、去年でしたっけ、そうですね、あれ、うん、うん、でみんなはってやったんですけど、でもその過程の話を聞いてるとあれも習慣ね、ですよね、それを持ったら、うん、私たちは無理強いをしてるんだなって、あの時ね結構炎上したぐらい、ね、なんで休むんだみたいなのあったけど、なんかジャンプで働きとない漫画家がおるらしいよね、なんか、あ、なんかそういうのもいましたね、 なんとかハンターハンターかいね、うん、いましたね、名前わからんけど、なんか適当な絵描いてパッとジャンプに乗ったりってニュースになったとそれでもファンが喜ぶけ、まあ、あれなんだろうけどね、うん、多分またその人的なこう引きつけるものがあるんでしょうね、うん、面白いんだろうな、やっぱり才能のなせる技なんだろうな、うん、これはいつまで、これが尾道市立美術館、あの千光寺公園の中にあるやつで、はい、11月27日、はい、日曜日まで、うん、これね結構、まあ、これいいか、まあ、こんな感じの原画で、でまあ売店があんまり充実してないです。おうん、ちょっと不満。石川君不満。ちょっと不満だった。はい。これしか売ってない。おお、重たい。うん。それがあの生原稿の載っとるやつ。うん。1冊2000円。安い、この厚さで、うん、充実した内容で ね、わ、
でもこんなページ全部書いたら消したくない。言われたよいしょ。はい、そうね。で、まあ、売店にはあの商売っ気ないおばさんが2人その両方世間話師匠ってだけ、ね、うん、2人でね、そうそうそう、はい、盛り上がってるけど邪魔しちゃはいけんな思いながらこう、うん、合間見てからこれくださいみたいな感じで、でもこう漫画好きももちろんなんです。お父さん世代の方もね見てみたいっていう方多いでしょうけど、割とねこう町おこしにこういうのを使うところが増えてきおるね。うん、やっぱこれ川口海事だし、福山じゃったらあの小説家の島田総司さん、うん、うん、で竹原はあの玉浦会ねアニメを巻き込んで地域おこししおる、はいはい、で、まあ、20日市は平の清盛か、はい、うん、来ますね、ね、ね、平の清盛ね、宮島すごいことになるよね、うん、大河ドラマがあるけ、うん、市長もう一騎士やろうかなみたいな感じだったないやっちゃおうかな。でもね、龍馬の時にもあんな、ね、ん影響があったわけだから、ね、いろいろ変わってくるとは思いますよ、うん、これがね、うん、面白いことでね、大河ドラマがあるけよし高知行こうって僕言ったんですよ長男連れて行ったら地元が盛り上がってると思うでしょ、かん、しらけどるんですよ、うんうん、うん、ほんで桂浜行こうって言ったら桂浜の売店は別に大河ドラマでのっても客は来るけ全然サービス悪いですよ、そうそう、なんかねギャップが激しいよね、わーってあるけど、うん、龍馬の時福山ももうちょっとやる気になりゃ龍馬関係の観光客呼び込めたはずなんだけど、何やってるのいう感じで、うん、友の浦だけ盛り上がって、盛り上がったね、私が潜水島行った時もすごかった、うん、観光客で福山市民は何かやったのみたいな、へえ、誰も知らなかった、まあ、広島の気質的にも広島も似たようなことになるんじゃないかなっていうのが怖いですけどね、うん、そう、大河ドラマ2ヶ月前ね、1月からだっけ言うても何か起こってるの言ったら、うん、まだ何も、うん、市長が当選して喜べるぐらいで何もないよね、うん、うん、だけどもうちっと、うん、チャンスなんだけやらええのになぁ思うんだけどね、うん、まあでも来年楽しみに、ね、はい、マツケンがサンバ踊りながらいや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 、そのマツケンじゃないですか、はい、以上石川コラムお届けしました。さあ、今夜のついなま20日いかがだったでしょうか。まずはですね、今日初めてここに来られて、はい、で石川さんとも初対面だった、はい、ということで、はい、はい、田中さんの感想を教えてください。楽しかったですベタですけど失礼はなかったですか。いや、私が一番お姉さんだったのがちょっとショックだった姉さん、お姉さん、しかもあのこの番組10時までやるんですか、すごいですねって言われてたんですけど10時過ぎました、過ぎましたそれぐらい時間持ちましたありがとうございますありがとうございます、はい、石川さんはいかがだったでしょうか。んお、なんとかなんとかなんですか、うん、お、夕方 の解熱鎮痛剤が効いとるけ、ね、ちょっと今日ね、おとなしい今日でも来られた時よりかなり元気になりましたもんね。今日毎週コーナーで月曜の晩と、うん、そうですよね、今週もそうだったんですか。全然チェックしてなかった、うん、なんかねこうざーっと疲れが出るのが土曜月曜の晩なんや、うん、そうそう、なんか知らん月曜言って朝から忙しいじゃないですか、うん、分かります、こうね、これがわーってきて、はい、あ、寝たいなーいう時間から始まるんですよ、これ、うん、でまた元気になれば、ね、そうそう、これ元気になればいいんですけど、はいはい、寒くなってまいりましたので、はい、なんか明日からまたちょっと冬型な、ね、感じに、まあ、もう、ね、ちょっとこの土日が暖かすぎたんで、ね、そう、うん、確かに聞いてもね暑かったな、うん、海辺のちょっとイベントがあったんでセーター着てたら暑くって一人で汗だくだくで、海辺、うん、そんなでした。海辺ことはカキイカだかなんか、ね、おお、そうそう、乗ってました乗ってました漕いでましたそうですよ、すごいな、はい、次回のライブ配信が11月の21日、うん、でもこの週は月火頑張れば水曜日休みなんで、そうですね、23、23ね、お、来週からのギフト、はい、
っと待って、フェイスブックのイベントページ。来週が囲いさんですね。囲いさん、はい、でその次は11月の終わりですね。まあ来週が囲いさんということは決定してますので、うん、すごいな。歌ってくれるんですかね。わしが、はい、まあしょうが、練習していこうか。なんなら今からでも。はい、楽しみにしていただきたいと思います。すごいよな、うん、シラフで歌える人はすごいよ。わし、いや歌うけど全然、うん、歌います。あ、マジで。今のもう姉さんは今の映像がとても面白かったと思います。はい、見つめ合う2人。はい、でイベントの方もね11月20日、はい、ちょっとお天気の方が心配なんですけどね。そうですね、はい、ぜひ大工事の方、はい、屋根があるので大丈夫、うん、大丈夫でも駐車場もいっぱいあります。行ってみてください、はい、あれいいよ ね広いね、広い、確かに。下の段とかへ現場事務所とか取ったんですよ。おー、うん、時間によってね、あそこは行くとまた綺麗な風景も見れたりするんで、もう本当にね、瀬戸内ね、うん、一望できるので、はい、宮島まですっきり綺麗、はい、なので、そうそう、てて眺めがええわ。そう、あそこいいんですよ。夜はまた夜景が綺麗なんですよ。うん、とっても綺麗。はい。なんか私なんか言った、なんかすごい今キラリという目で見られてしまいました。さあ、それじゃあ石川さんも体調良くなるといいですね、うん、皆さんも気をつけてください、はい、頑張っていきましょう、はい、はい。それでは今夜はこのあたりで、ついなま初会地。この番組は住宅リフォームと外交工事でおなじみの素敵住空間夢ホームの提供でお送りしました。